昨日の土砂崩れで防府市の向こう島では島内の小田地区と市内とをつなぐ県道が通れなくなり、今朝も木や土砂の撤去作業が進められました。今日午後1時半ごろ上空から撮影した映像です。斜面の木が流されて茶色い山肌があらわになっています。路面を覆っていた土砂はそのほとんどが取り除かれ、撤去作業が進んだことがわかります。県は先ほど午後5時ごろに通行止めを解除しました。解除前、チャーターした船で孤立していた小田地区に入り、住民に話を聞くことができました。この女性は船で運び込まれる物資を各家庭に配ったり、状況を伝えたりしながら孤立状態だったこの2日間を過ごしたということです。もう今日は保健婦さんと一緒に午前中、独居の方とか病気持ってらっしゃる方は一緒に回っていただいて、やっぱり回ると皆さんが安心されるから、そういう意味ではね、本当恵まれた環境かな、この今の状況がね。雨降ってる最中に地元の消防団さんも含めてですね、皆さん協力していただいて十分助かってます。はい、よかったです。大雨の時の対応や支援体制に感謝する声が聞かれました。その一方で今後には不安も漏れていました。本当、命の道って私たちは思ってるけど、一本しかないんですよね、これがね。だけどだんだんもう木もね、竹も大きくなってと、怖いことはたくさんありますね。なんとか今から先していただけるかな、していただけたら嬉しいです。安心して通れる道がね。今後同じ災害が起きないよう整備を望む声も聞かれました。